チューブをご覧の皆さん、こんにちは。竹岡圭です。今日はですね、ジャパンモビリティショー2023をうろうろしておりまして、今ね、日産ブースでお話をね、伺ってきたとこなんですけど、ちょっとね、最後ね、言うこと忘れちゃったんで、ちょっとね、あの後にね、切ってからお話を聞いたんですよ。あの、センターにありますですね、あの、すごい車なんですが、あれ、バーチャルとリアルの垣根を外そうということで、いろいろな装備が盛り込まれていて、インテリア、特に運転席の周りにこうね、4つモニターがあって、そこにいろいろ情報が出るらしいんですね。まあ、のタイヤ温度とか、まあ、あのいろいろ車の状態とかありがちなんですけど、すごいのがグリップの限界を教えてくれるんですって。だからこれ以上行くともう滑っちゃいますよとか、スイしちゃいますよとかいうのも教えてくれたりとか、あとはね、さっきと走ってる時にこう見えないところから車来たりするじゃないですか。あれの AI 技術をね、使って避けてくれたりするんですって。で、他には、止まったままにある VR ゴーグルをかけて、アクセルブレーキとかは、ハンドルもね、実車を使いながら、没入しながら、あれでゲームをすることもできるし、で、あと、それは VR なんですけど、AR っていうと、こう、透明のね、こういうバイザーをつけると、ここのところに例えば、ゴーストって言って、さっき自分が走った、車を、こう出しながらね、それを見て走ったり、あとはプロフェッショナルドライバーが、運転したゴーストを出して、それでトレーニングなんかもできるし、さらにね、通信を使って、お家にいるお友達はゲームでやってる、自分は実際でサーキットで走ってるっていうのを、この AR で、ここに出してですね、画像を、そこで競争したりね、一緒に走ることもできるんですって。すごいですよね。だからもう単なる普通の車というよりは、もう本当にリアルとバーチャルの世界をこうつないでね、いろんなことができる、そんな車に、仕上げられているんですって。で、今ってやっぱりリスクはあんまり取りたくないという子たちがね、多いらしく、そういった若い子って言ったら言い方あれですけど、そういう方々にもですね、響く、いろいろこうモータースポーツっていうとね、ちょっと敷居が高いですけれども、そういうリアルとバーチャルの、垣根を取り払うことで、いろんなね、側面から、参加してもらいやすい、ちょっとね、楽しんでもらえるように、ゲームの延長線上で本当にリアルも楽しめるような、そういった取り組みをしてるんですって。GT アカデミーっていうね、バーチャルの世界から本物のレーシングドライバーになった方もいますし、日産ね、そういうのとか、あとニスモみたいな、そういうこう、スポーツのね、そういうブランドもありますから、そういうところから、いろんなものも使ってもできますし、いろいろな技を持っているので、そんなことが、できるんでしょうね。なかなかね、すごいなというふうに思います。これからもポリフォニーデジタルっていう、グランツーリスモの会社といろいろやっていかれるということなので、またね、新しい、あれが、実写になるのかわかんないけど、いろんなものが、出てきそうな、そんな楽しみが広がりますね。だから電気になったからといって、それだけがね、つまらないつまらないってついついね、思っちゃう方もいらっしゃいますけれども、いろんなものが出てきますよ。ここにもね、今、ヤマハブースの前通ってますけど、面白いものがありますが、はい。で、私は今一生懸命歩いて、ようやく見えてきたぞ。飛行機見えてきたぞ。確かにジャパンモビリティショーだから、モビリティの一つではあるけれど、飛行機見えてきましたよ。ホンダブース。いきなり飛行機でもホンダジェットがあるからね。あらー。もうあらーですけども、あらーしか言葉がいきなり出ないぐらいの飛行機ですよ。これはもう本当のあれですね。プライベートジェットみたいな。ちょっと見ちゃう？あそこにもちっちゃい。いきなりこっち側から来たらもう飛行機がバンバンって見えるってすごいよね。ちょっと。実物大サイズインテリアモックアップということで。今ね、乗ってる方がいらっしゃいますけど、見えますか？本当に豪華な。こんな感じで飛行機が見えてますよ。
すごいね。これがエンジンですよね。はい。おはようございます。あのね、今 YouTube ライブをやっていて、誰か説明してくれる人を探している。なんとなく全体プラス、みんなバラバラ？じゃあこれをぜひ喋ってほしいっていう人を紹介してもらえると。おうおうおう。いいですよ、もちろん。あ、本当に、ちょっとお話を聞いていただけると助かるんですが。こんにちは。今の YouTube ライブをやっていてですね、あのちょっと喋っていただけるとって、今カメラの人が向こうに見てしまったんですが、はい、あのこれつけてもいいでしょうか。すいません。じゃあちょっと失礼して。よいしょ。あれ、はい、ついたついた。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃああのカメラが来ましたので、はい、車がよく見えるところで、じゃあどの辺にしましょう。この辺がいいでしょうか。プレリュードコンセプトということで、じゃあちょっとこちらで自己紹介していただけますか。はい。このプレリュードコンセプトの、開発責任者やっております、山上と申します。はい、よろしくお願いします。山上さん、プレリュードですか。ですね、プレリュードですか。うん、いやー、なんか割と学生の頃に憧れた車です。ああ、はい。なんか 4WS みたいなイメージが私の中にはあるんですけど、はい。いろんな記憶が蘇って、はい、蘇ってきますね。今これプレリュードをまた出された理由っていうのは、私開発責任者なんですけど、今の時代とこれからホンダが進む方向、はい、あとは当然私特権としては、やっぱり自分が欲しい車で、竹尾さんおっしゃっていただきましたけど、はい、プレリュードからするとまあ30年経ってるんですけど、プレリュードを復活させるっていうあの始まりではなかったんですよ。うん、この先ホンダが本格的な電動化っていう時代を迎えるにあたって、はい、まあ、その今手前にあります、うん、で手前っていうのは要は前走局の段階だということで言うと、はい、やはりこれからのホンダのいろんな操る喜びを引っ張っていくっていう意味合いもあるので、はい、そういう意味で、まあ、プレリュード前走局、前走局という意味でプレリュードという名前を使ったと。で、ね、はい、で昔の当然いろんな思い出って先ほどはい、いただきましたけど、当然この車としてのヘリテージもありますし、うん、お客様もその頃からもう30年ぐらい経ってると、はい、当然ご家族、うん、お子さんいらっしゃったりとか、はい、まあ子育てから解放されて、余裕の時間を過ごされて、うん、まあ、そういうスペシャルビューティー、特別感みたいなのを体験していただきたいっていうのもあって、うん、はい、今回はこういうデザインも合わせて、プレリュードというふうに名前をつけた。なるほど。車としてのこの、まあ、実際、まあ、特徴というかポイントはどの辺なんですか。そうですね。車全体の今コンセプトを、うん、はい、アンリミテッドグライド、要はグライドっていうのはグライダーのグライドなんですけど、まあ、デザインでいうと大空を本当に滑空する、優雅に滑空するようなイメージでデザイナーは作っているんですね。うん、はい、でスペシャリティスポーツでスポーツなんですけど、まあ、戦闘機みたいなああいうすごく羽がついて、うん、本当にスーツを着てっていうことではなくて、はい、本当に気軽に街中でも愛する喜びを楽しんでいただいて、うん、優雅に乗っていただく、うん、でただグライダーって実は遠くに飛ぶっていうこと以外にも、スタント飛行をするようなすごい性能も備えてるんですね。はいはい、まあ、それをこうさらっとこなしてしまうようなところもあるので、そういうところもデザインとダイナミックスを今一生懸命組み合わせながら開発を行っている。やっぱね、この2ドアのスポーツカークーペとかって最近あんまり少ないじゃないですか。そうですね。それをこうあえてこう見せてくださると、はい、なんかワクワクするんですけど。いや本当にね、そう言っていただきたくて我々もやってて、はい、数字で言ったら当然2ドアって今世の中に少ないんですけど、はい、逆にお客様の欲求で言うと、まあ、私もそうなんですけど、うん、こんな車あったら欲しいなってっていうお客様って絶対いらっしゃると思うんです。はい、で今回それをお見せすることで、うん、まあ、昨日から今日にかけてもいろんなフィードバックいただいてますけども、そういったお声をいただくと、うん、まあ、まさに我々考えてたことが答えとして、うん、でぜひこの先、まあ、私たちホンダだけではなくてですね、他のメーカーさんからも今回いろんな出展ありますけれども、またこういう車が日本でいろんなところを走って
て、うん、であとは娘さんとお母さんが例えばドライブしてる姿で、うん、このデザインが走ったら素敵だろうなとかですね、はい、そういう日を思い描きながら、はい、今開発一生懸命やってます。なるほど。じゃあこれは比較的デザインコンセプトに近い感じですか？あ、今日ですかね、うん、実は見ていただくと、はい、ただのモックアップというふうには実はあまり伝わらないんじゃないですか、うん、そうですね、そうなんですよ。かなり仕上がってる感じ。そうなんですよ、かなり仕上がってる感じで、中もハンドルついてんじゃないあれみたいな感じなんですよ。まあ、というところから察していただければ、今どういうところまで来てるのかとかですね。あとは、まあ、うちのニベも2020年代の半ばに、はい、発売っていうことを言っておりますので、そ う, まあ、そう考えていただくとそんなに多くない、ね、メカニズム的にはどういったところが特徴なんですか？これ今回は具体的には申し上げられないんですけど、うん、そうなんですね、はい、パワーユニットは今後 の, その先駆けっていうことも申しましたけども、うん、はい、ハイブリッドシステムでいきます。あ、ハイブリッドね、はい、うん、ただそれは本当にかつてのクエリドもそうでしたけども、操る喜びっていうところは、うんうん、やはりお客様のすごくこう欲求の中にあると思いますし、ただ2人で時間を楽しんでいただくっていうこともすごく大切なので、うん、はい、その両面っていうんですかね、多面性を実はいろんな技術を使って今この中に盛り込もうとしているんですね、うんうん、詳細はちょっと今日はお話ししていたんですけど、はい、でもこれはじゃあ実際に出てくるモデルということでよろしいでございますね。いいですね。はい、すごい楽しみ増えました。皆さん本当に楽しみって言っていただく声が多くて、本当に嬉しく思っております。はい、多分ね、今見ていただいている方もこういうの大好きな人が多いと思いますので、多分めちゃめちゃ楽しみだなと思ってらっしゃると思います。その日が来ますので、はい、楽しみに待ちます。はい、じゃあぜひ待ちましょう。はい、ありがとうございます。ちょっとマイクを回収させていただいて。はい、あとどれですか？見たら良いさそうなの。あ、ここに言われちゃいましたね。あとどの辺がいいですか？ぜひあっちの。あっちの。のはい、わかり。じゃあちょっと行ってきます。ありがとうございます。いや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 、あれ出てきたら売れそうだね、プレリュードね。うん、売れそう、売れそう。やっぱああいうの結局みんな大好きだもん。ねえ。うん、ちなみに山上、はい、はいはい、あ、これ入って入って入ってよ、入ってるよ、うん、あ、言っちゃいけないやつ、言っちゃいけないやつなのね、そうなの、うん、うん、あ、はい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 、そっかそっか、じゃあシビックからのプレビュー的な、なるほど、あ、そっかそっかそっか、なるほど、いや向こうから入ってきたらいきなり、ね、飛行機かと思って見えたから、あ、なに、モビリティショーって本当に飛行機とか出した方がいきなりみたいな、ちょっとびっくりしながら来たんですよ。飛行機もね、あとで、うんうん、あ、乗れるの？あ、本当に？あ、お願いします。はいはいはい、あ、こんにちは、よろしくお願いします。どなたが喋ってくる？あ、じゃあちょっとマイクつけちゃおうかな、はい、すいません、よろしくお願いします。はいはい、じゃあまず自己紹介からホンダの田中と申します。はい、よろしくお願いします。なんかいきなりホンダブース来ていろ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 びっくりしてるんですけど、はい、田中さんご説明してくださるのはこの辺ですか？はい、こちらは2台になります。はい、はい、これは何でしょう？こちらはですね、まあ、4輪の電気自動車と2輪の、はい、まあ、電動車の、うん、はい、まあ、セットの企画になります。なんか昔のなんだっけ、シティ元コンポ、はい、ってこと？はい、そうは我々言ってはいませんけども、はいはい、まあ、かつてそういう企画を、うん、はい、まあ、ガソリン車で、そうですね、昭和の人はよく知ってるやつですね。そうなんです、はい、それを電気でもう一度やろうということで、電気の方が、はい、まあ、より乗せやすかったりとか、あ、そっか、そういうこともありますので、電気の時代にもう一度そういう企画をしてみたいということで、さらにこの車の方も、はい、まあ、見て分かりないでしょ、コンパクトサイズというか、うんうん、ですね、B カテゴリーとかっていうクラス、B7 ぐらいか、そうです、はい、なので非常に日常使いのできるサイズ感で、そういったものにバイクを搭載して楽しんでいただきたいというような企画になってます。ツードアなんですね。はい、これはツードアハッチバックですね。
なんかこのクラスで、はい、まあ2ドア8バックで十分じゃんと思いながら、はい、みんな4ドアがすぐ欲しくなるような気がするんですけど、ね、はい、はい、まあ、4ドアのタイプにすることも、うん、できるかなと思います。あ、なるほどなるほど、はい、で、なんかあとこの車、うん、名前がですね、サステナシーコンセプトっていうんですけども、はいはいはい、そのサステナっていう名前は、うん、サステナブルのサステナなんです、はい、で何がサステナブルかって言いますと、うん、このボディのこの赤いパネルの部分とか、はい、あとここのハッチバックのこのテールゲートの部分とかにですね、はい、リサイクル 100% リサイクルできるアクリル材を使っています、うん、でしかもそれを塗装してせずに使うというのがポイント。あ、そうなんだ、もともとこういう色なんだ。そうなんです、これ素材色でできてまして、うん、素材に混ぜてつけ、色をつけちゃうってこと？そうです、はいはい、で、そうすることで、塗装するときの CO2 をすごく減らすことができるんです、うんうんうん、なるほどなるほど、なので、塗装の CO2 を減らしてカーボンニュートラルを実現したいということと、うん、あとは素材自体も何度でもリサイクルできる素材を使うっていうこと、これで、まあ、サステナブルな車を作ろうと、はいはい、へー。アクリルは特徴として、まあ、発色性が良かったり、はい、ああいう蛍光のこうあと光るように見えるような、うん、あれもそうなんだ、はい、光、へー、電気がないんですけども、ね、そうなんだ、はい、電気かと思ったら違うんですね。そうです、そういう塗装、はい、塗装じゃない、そういうように色がつけれるんだ、材料に。あの材料に色をつけて周りの光をこう吸収してこう発光してくれる。そうなんだ、はい、え、じゃあこれもそうですか。そう、これもそうです。へー、なのでそういったアクリルの特徴ですとか、はい、あとアクリルって透明なこと、透明で作れるんですね。あ、そうなんだ。なのでガラス部分とか、うんうん、あとこのテールランプの部分を半透明にしてまして、はいはいはい、あ、じゃあもうこういうライ、うん、わざわざライトつけなくてもじゃないですけど、はい、こういうデジタル表示でストップランプとかも、ね、まあ、放棄が許せばできるっていうこと。そうです、放棄が許せばこういうこともできてくるし、あと駐車中ですね、うん、駐車中にはランプをこう消してしまって、はい、こう全面ディスプレイにして、はい、まあ、こういう充電状態を表示したり、あとはその例えばですけど、駐車中にここに広告を例えば表示して、ね、はい、まあ、ちょっとお金をいただくとか、うん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 、そういったこともできるかな。確かにサイネージ広告できそうですよね、はい、私はさっきこう見てね、サンキューとかアフターユーとか1出てたじゃないですか、はいはい、あれがすごいいいと思って、ね、はい、サンキューハザードもややこしいから字が出たらいいし、あとね、たまにハイビームとかで忘れている人に眩しいよとか言いたいじゃないですか。だけど眩しいよって伝える手段がないから、もう出せるといいですよね。なんかつけっぱなしですよとか、ハイビームになってますとかね。そういう、まあ、我々外向け HMI とかって言うんですけど、外向きのこういう表示っていうのは、最近、まあ、他社さんでも提案があったりとか、だんだんこういうのになってくるかな。そういった時に我々こういう透明素材をうまく使えるといいかな。確かに、はい、昔はね、歌でもブレーキランプ5回ってありましたけど、ここに I love you って出した方が分かりやすくていいですね。どうかなと思いますけど。そうですか。まあでもそういう使い方が出していただけ、お客さんの自由に何かメッセージを出していただけるっていうのは非常に可能性はあるかなと。ですよね。はい、さらにアクリルならではの特徴として、はい、今ちょっとこちらにカラーバリエーション、うん、はい、これ車のリアフェンダーの部分なんですけど、あ、そうか、マーブル、塗装しない、うん、塗装しないということは、はい、こういったもう材料に着色する過程でできる、こういう模様、流れなんですけどね、はい、マーブル模様みたいな、こういったものもできる可能性があるなということで、まあ、例えばこうお客さんの好みにして、うん、例えばこうパネルだけ交換するってことができるようになると思うので、こういった楽しみ方もあるかな。確かに、なんか日本の伝統技法で、なんかこう流してこうピアッと上げるとあるじゃないですか。はい、なんかああいうのもできそうな気持ちになる、これ見てると。う, ね、うん。本当にこう、なんていうんですかね、塗装では表現できないことをいろいろこう、なんていうか、トライして、うん、で、何かこう、お客さんの魅力につながればいいかなと。はい、あとこれも、まあ、ちょっとこう、なんですかね、半透明つけて。あ、本当だ、つけてんだ、これ。はい、へぇ、こういうのも、まあ、ちょっと面白いかな。面白いですね。へぇ、いろいろ、いろいろできますね、これは。はい、ああ、楽しい、楽しい。で、あのバイクも電動バイク、はい、そうです。あれも電動バイクで、はい、あれは、こうハンドルとかちょっと折りたたむと、これのトランクに乗せることができるように、はい、まあ、企画したものになるんですね。でこれも同じく、ここに、うん、
そのあ、本当だ。サステナブルな素材を使っていると。うん、で、まあ、衣装もちょっとこうセットして。そうですね。結構これ重たいね。あ、まあそうですね。でも、うん、あの、それこそ何十年か前にやってた、あの、はいはい、元コンポ的なものよりは、軽く仕上がるかなと、うん。ああ、そうなんだ。想定してます。へえ、いや、なんかいいですね。なんかあの時思い出して、買うおじ様がいっぱいそうな気がします。まあ、そうですね。そういうお客さんも、いてくださると思うし。でもやっぱり、普通にあの、はい、どんな、なんだろうな、あの、世代の人にも、はい、意外と便利なセットじゃないですか、これって。そうだと思います。うん。はい、ね、はい。だから、良さそう。で、これだけ別にもっとね、大きいホンダの SUV に積んでいただいてもいいしですよね。はいはい、そうですね。うん。はい、へぇー。これ実現度はどれぐらいあるんですか？そうですね。我々としてはぜひ、うん、あの、世の中に出していきたいと考えてるんですけど。そうですよね。あ、じゃあこういうところの反響の声により。そうです。なるほど。わかりました。いや、なんか、こういうちっちゃい車は、そういうこう、ポップな表現が、街中に溢れると街が明るくなりそうなので、はい、私は大歓迎なんですけど、ね、はいはい、はい、ぜひあの、可愛らしいので、出していただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。でも、ホンダいいもね、あるからね、すでにね、うん、はい、できそうだよね、はい、すぐ。はい、ありがとうございます。ますじゃちょっとマイクを、はい。はい、すいません、ありがとうございました。どうもありがとうございました。いやー、なんか、すごいいいですね。ちょっと、岩木さんの間、ちょっと次のところに岩木さんにまた、ちょっと聞いていて、はい、ありがとうございます。あ、すいません。はい、ありがとうございます。よろしく、はい、ありがとうございます、はい。すいません、もう、ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。やっぱり聞かないとわからないんですよ。そうですよね。なんだかんだで。はい。はい、ね、よかった、よかった。あ、すいません、よろしくお願いします。10時半になったら、はい、ジェットで。あ、わかりました。しま、はい、了解です、ありがとうございます。はい、じゃあどなたがお話を。はい、どなたでも大丈夫ですよ。 YouTube のライブ出てもいいよっていう人だったらもう今繋がっちゃってますんで。はい、そうなんです、配信されてうろうろしております。はい、ですのでどなたでもいいんですが、はい、おはようございます。よろしいですか、はい、じゃあちょっとマイクつけてもいいですか、はい、すいません、ありがとうございます。じゃあちょっとあのこちらカメラなので自己紹介からお願いします。あ、今回の開発責任者やってる坂本です。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっといろいろ教えてください。はい、はい、こちらですね。はい、はい、これは今どういった車でどうなってるんでしょうか。あ、はい、私の方が全部説明する。はい、お願いします。今回この機種は、はい、すでに24年の4月に発売するというふうに、はい、させていただいてますけど、はい、24年4月発売の N 版 E、うん、はい、商用向けの、うん、EV になります。なるほど。はい、で、N 版 E なので、まあ、はい、荷物がたくさん積めるとか、そういうベーシックなとこはそうだと思うんですけど、はい、電気になったことで、はいはい、より変わったあたりはどの辺なんでしょうか。はい、外観としましては N 版そのものではあるんですけど、フロント周り、はい、今回電 EV になるということで、充電機能、はい、今回こっちに今刺さっているのが、うん、DC 急速充電側と、はい、あとこちらが AC 充電になります。おお、はいはいはい、家庭用充電、はいはい、こちら 3kW、6kW ということで、うん、6kW まで対応してますので、はい、6kW の充電器で、まあ、5時間でフル充電できるという機能になります。はいはいはい、はい、はい。まだ 3kW とかのところが多いんですけれども、今回は、まあ、今後の電動化見据えて 6kW まで対応しています。はい、で、こちらの急速の方はどれぐらいまでいけるんですか。はい、こちらは 50kW ですね。あ、50か、はい。そうかそうか。これはもうちょっと、まあでも、N 版だとそんなに電池の容量がね。この車のバッテリー容量からすると、そうですよね、まあ 50kW で十分かなと思ってます。確かに確かに。特に商用なんで、うん、性能を高めることは可能なんですけど、はい、やっぱりコストがかかっているので、まあ、そうですよね、うん、そういったところの最適化っていう、まあ、性能とのバランスっていうところで言うと、はい、うん、今回の 50kW で十分かなという。確かに確かに。室内のパッケージング的なものは EV にしたことで変わったところとかはあるんですか。これ室内のパッケージで言うと、はい、実はEV 化してバッテリーを搭載してるんですけど、室内寸法は一切変わってません。あ、変わってないんだ。はい、なので、ペトロールの時から、まあ、強みにしているこの B ピラーレスっていうところから、はいはい、シートのアレンジですね、うんうん、に関しては、それを変えないで電動化するっていうところがすごく我々として一番重要だったので、この4席ホール、3席ホールダウンっていう機能は今も残っています。うん、そうなんですね。なので、フロアの高さはバッテリーを、はい、
フロア下に入れてるんですけれども、フロアを変更、まあ、当然変更はしてるんですけれども、うん、強度とかいろいろあるんです、はい、ただパッケージとしては変更することなく今回 EV 化をしてます。このスペースで入ったんですか。まあそこが一番難しかったというところですけど、うん、普通の電池、はい、普通のリチウムイオンバッテリー、バッテリーの種類のところはちょっとまだ、はい、公表できないんですけど、内緒のやつなんですね、はいはい、でもここに入ったんだ。この空間効率の中で航続距離を今目標210キロ以上に今回改定させていただいてるんですけど、開発目標として、まあ、最初に200キロ以上を目標にしてたんですけど、まあ、開発しながらまあなんとかもう少しもう少しっていうところで、うんうん、今回今210キロ以上っていうところを目標にやっていますので、まあ、そこからそれが対応できるバッテリーを搭載しているというふうに思っていただければよろしいかと思います。そっか、210キロだとでもちょっと車中泊の旅行に行くっていうとちょっと短いのかな、やっぱり。いろいろシミュレーション我々もしてみたりとかするんですけど、うん、都内とかから、まあ、埼玉とか、まあ、そういった八王子の方とかに、うんうん、車中泊とかで、はい、まあ、車中泊がやれる季節ですよね、うんうん、っていうところでやれば、まあ、往復ぐらいは可能かなっていうふうになってますけど。でもこれって車中泊で例えばキャンプ場とか電源のあるところだったら、はいはいはい、充電しながら中でそれもできます、はい、それもできますってことですよね、はいはい、電源のあるキャンプ場であればAC 充電の方がありますの で、 そ、 で、ね、そちらは可能ですし、そうですよね、まあ高速道路、うん、今充電器っていうの結構ありますので、はいはい、まあ一回充電すればもう少し足伸ばすぐらいのことはできると思います。いや、なんか私これをね、コロナの時に、ここを改造して、はい、中に普通の事務用の椅子あるじゃないですか。はいはい、あれを入れて、はい、テレワークをやってる人にあったんですよ。公園に来て、後ろバンって開けて、はい、横にこうカーテンシャッと閉めて、はい、いきなりこうやって仕事をしてらっしゃる方がいて。そのニーズありまして、やっぱりこれをオフィスカーとして使うニーズはあります。うん、やっぱりそうなんだ。で、今回、内装全面作り替えてるんですね。そうなの？はい。ペドルと内装全部変わっていまして、キャビン寸法として、室内寸法、はい、荷室寸法っていうのは、はい、その寸法面では変わってないんですけど、うん、造形面を全部フラットにして、積載性を向上させてます。不要ってわけではないんですけど、通常このドアにポケットとかついてるんですけど、はいはいはい、そういったものをなくして、フラットにして、うん、ただ、必要な方にはこの部分、こう、ポッチがついてるんですけど、はいはい、ついてます。ここに締め込みで、後付けで付けられるアクセサリーっていうのを用意していて、ここはもうお客様の自由。選択肢として必要なものをつけていただければいいかなと。なるほどね。で、ペトロの時は同じようにピラーへの締め付けっていうのが残っていて。後ろ行ってみようかな。はい。ここですね。はい、はいはいはい。DIY が可能になってますので、まあ我々としましては、はい、まあ、お客様に最大空間の提供っていう考え方で、うんうんうん、その空間の中で何をしていただくかっていうのはお客様の自由。はいはいはい。というふうに考えてます。なるほど。ああ、でも確かにここを残していただいてるから皆さんアレンジできますもんね。はい、で、こういった面も全部まっすぐにしてるんで、はい、うんうん、荷物乗せるときに引っかからないようにとか。確かに、確かに。まあ、あとちょっとこの縦のセレーションがこう入ってるのは、我々荷室として最大空間を提供したかったので、イメージとしてコンテナ。ああ、ですよね。イメージして、ここは少しデザイン的な遊び心を入れて、セレーションを縦に入れて。ミス空間を表現します。確かに、あっち側とかもね、はい、ドアのところをこうやって見ると全部コンテナですよね。はい、もういっそ天井もやってほしかったな。で、今回天井はですね、カーテンアバッグ対応していますので、そうなんだ。例の商用版で言うと、他社は入ってませんけど、我々、はいはい、まあ、今回の我々のパッケージで言うと、後期の対応に対して、カーテンアバッグとあとシート、サイドエアバッグを搭載してますので。ああ、なるほど。じゃあ安全性もバッチリでございます、ね。安全性が、はい、高くできていると思います。いや、これはなんかまあ、EV にするとね、振動とかもなくなるから、はい、配達の人体楽だろうなっていつも思ってたんですけど、はい、うん、よりいろんなことがやりやすそうな感じですね。そうですね。特に N 版は、うん、まあ、他社の商用版、キャブオーバーに対して FF パッケージにしているので、うん、はい、荷室調が少し負ける部分があるっていうのは事実なんですけど、うん、アシスタントシートのダイブダウンでそこを改善するってことはもうペトロールから踏襲していて、はい、で今回、まあ、EV になって乗り心地が良くなったところで言うと、うん、我々もともと F パッケージなんで、はい、シートポジションが、うん、すごく運転しやすいポジション、はい、特に女性の方なんかからするとキャブオーバーに比べて多分通常の FF の K と同じ座り方ができるので、はい、安心感を持って座っていただけると思います。うん、まさにそうです。だから非常に
まあ、お仕事もそうですけど、いろいろなね、あの、レジャーにも、工夫次第で、オフィスカーとか、さっきおっしゃってましたけど、はい、なんか趣味の世界にも使えそうでね、より充電しながら基地でいろいろできると、結構便利かもって思っちゃいました。あ、特に女性の方のところで言うとですね、はい、今回このフロント周りなんですけど、はい、バンパーのリサイクル材を使ってます。あ、そうなんだ。このバンパーと、あとこのグリルなんですけど。あ、本当だ、グリルそうだ。ホンダって、バンパーの回収を何十年も前からやっていて、ホンダ総一郎さんが、ディーラーで、要は交換したバッテリーがじゃ、バンパーが邪魔になるというところの声を聞いて、まあ、ホンダがしっかり回収して何かに活用すべきだと、おっしゃったところがあって、バンパーの回収はして、このアンダーカバーとか見えないところには今まで使ってたんですね。で今回は、まあ、こうリサイクル、リソースサーキュレーションの観点で、まあ、我々の今後やるべきことというところで、まずやれるところからと考えまして、このリサイクルバンパーを、今回またバンパーに活用するということをやってます。同じものに生まれ変わらせるってすごいですよね。はい、なかなか今までできそうでできなかったから。まあ、正直言うと、まあ、バージン材を使う方が簡単なんですけど。やっぱそうなんだ。そこはもう、お金もかかりそうね。お金も、はい、多少かかりますけど、今回は、そこもあえてチャレンジしながら、で、今回グリルっていう見えるところに、バンパーのリサイクル材を使って、リサイクルマークついてますよ、ここにね。はい。へぇー。で、この点々は、実はそのバンパーのリサイクルって、戻ってきたバンパーを、まあ、洗浄して、粉砕して、で、もう一回樹脂として使うために、塗装を合わせるために、いろいろ添加剤を入れるんですけど、その際にこの塗膜、塗装が邪魔になるので、塗装を剥がすんで、粉砕して取り除くんですね。はいはい。で、それで再生樹脂にしていくんですけど、一回また剥がしたその塗膜を細かく粉砕して、もう一回混ぜ込むことによって、こういう衣装性の方に持っていって、まあ衣装とそのリサイクルっていうところの共有を今回チャレンジしてます。じゃあ、いろんなボディカラーのやつだと、いろんな色のができちゃうかって。今までホンダ車にもし乗られてバンパー交換した方がいらっしゃると、皆さんのバンパーかもしれませんみたいな。そういうこと。これ私のじゃんみたいな。か、もしくはNSX なんじゃないかみたいな。それなんか高級感もぶっと出ますね。っていうのを、まあ、そう少し夢を描きながら今回チャレンジして。確かに、そうか。うちのビートちゃんはまだバンパーそのままなんで入ってないと思うんですけど。はい。そっかそっか。はい、いや、なんか楽しいですね。そういうの聞くとね。そうですね。なんで、まあ、見え方として、まあ、毎回毎回違うものになるっていうか、はい、全部同じ点々になるわけじゃないので、まあ、一点物だったりもしますし。そうですね。これあえて、こう、テカテカしない質感っていうところも、はい。まあ、今のニーズには合うんじゃないかなっていうふうに思います。そうですね。わかりました。ありがとうございます。まだ大丈夫だね。次のね、ファンから向こうの予約が取ってあるんですけど、まだ大丈夫です。もうちょっとなんかありますか？いや、もういい。もういい。そうですね。あっちはやる。あちらはあれですか？はい。また別の方なんですね。はい、バトンタッチ。わかりました。今回は、はい、でも、そう、まあ、見どころっていうと、まあ、今回ご紹介いただいたのが、プレリュードと今、あちらと、こちらをっていうふうに言われたんですけど、はいはい、ありがとうございます。まあ、このあたり。はい、そうですね。あと、まあ、この電動化っていうところで言うと、はい、まあ、向こうの MPP ですね。はいはい、MPP ワールドというわけじゃないですけれども、MPP を活用した商品群であったり、こちらはもう固定バッテリー、まあ、はい、よりリアルに今近いものと、まあ、いろんなものが出てると思うんですけど。はい。わかりました。じゃあちょっとね、そのあたりもまた見ていきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、じゃあちょっとマイクをね、すみません。すみません。いきなりありがとうございました。はい。はい、はい、すみません。はい、いや皆さん、これね、飛行機、気になる。はい。はい。はい、これは、誰かしら、別てくれる人は、いいですか、はい、なんか解説とかお願いしてもいいですか。じゃあちょっと、じゃあ、こっちから書いたな。はい、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 すいません。はい。あ、ちょっと、カメラ、いた。まず自己紹介を軽く。ホンダエアクラフトカンパニー広報の山根と申します。はい、よろしくお願いします。これはいきなりホンダジェットですけど、すごいですね。はい、なんかね、見たい見たいっていう、今ライブで配信してるんですけど、すごいお声が大きくて。はい、最新のホンダジェットエリート2のモックアップにはなっているんですけれども、はい、あら、お父ちゃん、こんなところで、
はい、じゃあちょっとカバンを貸していただいて、はい、はい、いいんですか？じゃあちょっと。翼とエンジンがついてないだけでも本物同様。ああ、そうですか。へえ。あ、じゃあ、ちょっと、はい、あ、そうですか。じゃあちょっと。あ、じゃあちょっと。あ、すごい。あららら、かおちゃん。あらららら。今これね、ライブが繋がってるんですよ、実は。そうなんですよ。はい、大丈夫、大丈夫、大丈夫。へえ。あら、結構意外と広いんだね。そういうところ。うん。最大8名。8名乗れるんだ。はい。え、1、2、3、4。あ、パイロットの方含めて。含めて8名。1、2、3、4、5、6、7。あ、これがラバトリーお手洗いなんですけれども。あ、そうなんだ。一応席。あ、席にも。あ、席にもな、あ、なるほどね。それで8名か。へぇー。いや、トイレの上ですから。蓋閉まってますから。前洗面所を見ながらね、座っていただいて。こう、テーブル。あ、テーブル。おぉ、すごい。お飲み物や。はぁ、あらららら、ちゃんとお食事ができそうな。で、この席がエリート2から動くの。うん、ああ、なるほど。はい、え、前後左右に。前後左右に動くの？本当だ。リクライニングもできるので。おぉ。はい。あらー。このクラスの授業とかないんですかね。そうです。あ、なかなか。ここでね、リクライニングもね、すごい、こんな動くんだ。へぇー。すごいよ。で、これで回転もしたり。なるほど。へぇー、すごいね。いや、なんかおシートの下にもなんかボックスがあって、荷物も。へぇー。ここを押していただけると。押していいんですか？はい。はい。おお、閉まった。おお、はい。へえ、あ、じゃ、これも開くんだ。じゃ、これは？あ、場所が真ん中がね。で、これもこっちだよね。で、開いたり。なるほど。で、一応この開けていただくと、あの、スピーカーレスの、これ。トランスデューサーっていう、はい。ボンジョビ独自の機能で、はあ、その、機体全体が振動を与えて、うん、音が、ボディーソニック的な感じ、はい、機体ソニックになっちゃうってこと、はい、あー、すごいね。コックピットにも。え、いいんですか、はい、わ、じゃあちょっとコックピット。わー、ちょっと操縦、私の操縦で大丈夫ですかね。パイロット左なの。あ、パイロット左。じゃあちょっとパイロット左行きたいと思います。おー。よいしょ。あ、じゃあ副操縦士来ますか、よいしょ。はい、乗りましたよ。おぉ。隣に行った方がいいです。大丈夫ですか？おぉ。すごいな、なんか。その、導入しているアビオニクスっていうのが、はい、ええ、ガーミンの G3000 っていうのを導入していまして、タッチパネル式なので、ええ、この辺？とても、あ、その2つの小さい画面なんですけど。おう、あ、これ、これ。はい。本当だ、タッチパネルだ。オールオンとかオールオフとかできますよ。パイロットの方にも人気。へぇー、あ、使いやすいんだか、はい。ホーム、あ、ホーム画面になった。へぇー、本当だ、本当だ。ちょっと戻し方がわかんないんだけど、なんか、バック、バック。なんかホームってやったら、ホーム画面になりました。で、あとここ、ちょっと、些細な。うん、あ、アームレストがついて、はい、あ、じゃあこんな感じで、あ、もう自動操縦の時にね、こうやってやってんのかな？はぁ。一応この新型のエリート2からは、ちょっともうすでに下がってはいるんですけど、はい、コックピットの席が3インチ。あ、うん、動いたり。あ、ちょっとモックアップなので、あ、動かないよね。動かしにくいんですけど。あ、でも動くんですね。はい。へぇー。そっかそっか。はい、じゃあちょっとあ、これここがこうやってシート、これほら、こうやって下がるんだ。あ、それも。ね。シートの前側の、座面の前側が。へぇー。はぁ、もうへぇとかはぁとかしか出ないけど、すごいですね。はぁ、乗り心地も良くて。いや、確かにこれだったら長い時間運転してても、意外と疲れなそうな感じ。シートがすごいいいですね。はい。へぇー。これ、オプションでシープスキンって言って、はい、はい、はい。毛皮みたいな感じにすることもできるので。そうなの、はい、毛皮ってすごい。シープスキンだ。うん、日本語でどうやって説明するか。シープスキン、なんて言うんでしょうね。羊の皮。モコモコの素材で。ああ。さらに。ムートンみたいなやつ？そうですね。うんうんうん。さらに、心地よくなるっていう。へぇー、すごいわ。うん？なんかここで写真が撮られてる。いや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 、すごいわ、本当に。なんかここ、オキシジェンマスクって、これ酸素マスクですね。へぇー。
飛行機だ。で、こういうところがサンバイザーみたいなのもあるんですね。こうか。あ、で、こう動かせるんですね、きっと。はい、あ、こうやって動かせるんだ。はぁ、い。いや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 。なんかほら、プライベートジェットでね、ヨシキさんがよくこう寝転がってる写真とか見たことあるんですけど、はい、意外と広いんだね、やっぱね。外は見ると結構このホンダジェットってコンパクトじゃないですか。はい、意外と広いし、機能的にこういうところとかにも、すごいボックスが設けられていて、収納も。後ろの収納もたくさん荷物を積むようになってる。そうなんだ。後ろのバッグも何個も。あ、そうなの？それは室、ここの室内じゃなくて、外のところに。へー。いや、すごいっすね。すごいです。すごいです。もうすごいしか出ません。何と比べていいのかがよくわかんないんで。はい。じゃあ、服装重視の方。はい。じゃあ、移動していただいて。あ、持ってるね。服装重視の勝さんがですね、今こう、移動なさいますので。こうね。こうね。はい。今ね。目が回っちゃうかな。よいしょ。なかなかこれ。一応、ホンダジェットエリート2なんですけど、はい、フリーライトジェットっていうカテゴリーに位置するんですが、その中では一番速度が速く、はい、高度も高く飛べて、航続距離も一番長いので、とても人気。どれぐらい航続距離ってどれぐらいあるんですか？航続距離は2865キロ。で、どっからどこまで行けるの？北海道から沖縄片道は。ああ、なるほど。はい、そこくらいか。じゃあその後よりもっと飛ぼうと思ったらどっか途中で燃料給油しながら、ね、はい、ジェット燃料で飛ぶんですよね。燃料で、そうですよね。最近発表したホンダジェットエシュロンという機体があるんですけど、ただ2028年を目標にしているんですが、それはニューヨークロサンゼルスのノンストップで、そうなんだ、そうなんだ、はい、やっぱなるべくね航続距離長い方がいいっていう方多そうですもんね。今これどれぐらいこうなんだろう、すごい売れてるって話は聞いたことがあるんですけど。そうですね。もう世界中で230機は運用されていて。あ、そうなんだ。日本のみですと14機。あ、飛んでるんだね。実物をどっかで見たことはないんですけど、まだ。いやー、なんかすごい貴重な体験をさせていただいて、はい、ありがとうございました。あ、すいません。あ、じゃあ、荷室はこっちに行くと見れるんですか？後ろから。あ、じゃあ下から行けるのかな？ここから行けていいですか？じゃあ、ちょっともうちょっと、じゃあ、ごめんなさいね。みんなね、座りたいんだ。みんなすごい座りたい感じで、ね、すごい行ってますね。結構予約を。ですね、ですね。はい、わかりました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。いや、荷物室結構入りますよ。もうここに入り込めるぐらい。何人か入り込めるぐらい。アドムクルーズね。確かに。確かに。こっちじゃないの？美容君のとこじゃないの？はい。ありがとうございます。はい。こちらこそです。じゃあちょっとこっちで行きましょうか。ね、草壁さんにさっき乗ったら会いましたけど、もうどっか行っちゃいましたかね。あ、こんにちは。どっか行っちゃったかな？もうね、行っちゃったかな？はい、じゃあちょっと最後くるっとだけ回りますか、うん、はい。プレリュードと、こっち側が SUV がね、ありまして、さっきね、ちらっと言ってた電気の SUV が、はい、あと自転車と。プロローグのプロトタイプと、ホンダの EMTB。まあ、EMTB ですね。昨日もね、電動の自転車ありましたけど、これは MTB タイプ。はい、先週発表させていただいたんですけど、2026年に無人のレベル4の自動レタクシーサービスを東京都内で、走らせるというものを、はい、発表させていただいたんですけども、うん、そちらの、サービス提供する車になってます。あ、なるほど、なるほど。運転席とないので、ええ、広々、足を伸ばして座っていただけて、はい、確かに。あと対面6人乗り、対面3人3人6人乗りになっております、はい。これはあれですか、ライドシェアみたいな感じで使うんですか？ライドシェアではなくてタクシー、タクシーで使うんだ。はい、じゃあ、これだけ広いけど、1人
かもしれないってこと。大丈夫ですし、6人でも大丈夫。なるほどね。そういう使い方なんですね。はい、でやっぱりじゃあ行ける範囲は限られるんですかね。そうですね。まず限られた、エリアで、はい、まずはスモールスタートさせていただいて、うん、どんどん適用エリアを拡大していく。なるほど、なるほど。わかりました。ありがとうございます。いや、よかった、よかった。ね、さっきこれが飛ぶかなと思ったんですけど、ここにいらっしゃるのはですね、ジョージ・ハンセンさんです。よろしくお願いします。久しぶりです。あ、清水和夫先生もここにいらっしゃいました。ジョージ、肉食いに来たよね。そっち、そういう話、私も連れてって。美味しい肉行こう。うん、今ね、あそこ映ってから。ライブ。ライブで。ライブ？ライブよ。清水和夫大先生です。あ、そうか、よかったじゃん。よかったじゃん。よかった。おめでとうございます。素晴らしい。じゃあ JAF の表彰式で。ね、多分私も行くと思うから、うん。あの、表彰されないけど。北海道面白かったね、やっぱね。あ、北海道面白かった、面白かった。ね、いや、でも本当面白いな。うん、GM が見え隠れして。いすずのとこ行ってきたけど、うん。うん、あそこ燃料電池の。ね、あれ、ホンダと GM 一緒にやってんだよね。燃料電池の方の GM 一緒にやって。で、あとは、この車も。これ何、シボレーの。ね、一番近いのブレーザー。ブレーザー。ベブだよね。ベブベブ。で、アルチウムアーキテクチャーという、まあ、バッテリーとか駆動系とか、はいはい、まあ、GM で共同開発して、まあ、なるほど。ホンダらしさの、ホンダの走りという感じの車を開発して。あとはこれ、オリジン。うんうん、あ、これね、タクシーでしょ。うんうんうん。そうか、GM も結構、なんか今朝なんかまだ発表があったって噂を聞いたよ。何が？なんか、なんだっけ、協力するやつとしないやつがあるみたいな。ああ、まあだからそういうのってさ、ありますよね。まあいろいろあるやつ。続いてるものもあるし。あ、なるほど。そこでは続いてるものたち。続いてもあるし、やっぱりね、まあ人生でそういうのあるじゃないですか。本当はこういうふうに行こうと思ったんだけど、やっぱりいろいろ考えてると、やっぱりちょっと方向を変えるっていう感じで、それはまあ普通、人間らしいと思う。まあ確かにそうだわね。だからまあしっかりと、まあこれもやってるし、で先週発表したように、日本で3社で、ホンダ、クルーズ、ジープで合弁会社作って、自動運転のライドシェアサービスを提供する会社。はい。まあそれとはまあ特に一緒。なるほど。で燃料電池さっき清水先生が、清水先生がおっしゃってたやつ。これも長年燃料電池の共同開発。はいはい。で、工場の合弁会社で、ミシンを一緒にやって、そういう前の、本田さん。なるほど。なるほど。はい。じゃあ今回は GM ブースがないから、ジョージはここで喋ってるんだ。いやいや、そう、まあまあ、そうじゃないけど、なんかね、いいよね、みたいな感じで。なるほどね。ブースなくても、まあまあ、確かにここにいればね、いるからね。確かにね。あ、そうなんです。GM の方なんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。はい。まあでもちょうどいいお話が聞けてよかったです。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。お肉ね。お肉ね。じゃ楽しみにしてまーす。はい。ね、そんなことをね、やりながらこう、うろうろしてるわけですよ。まあ、ライブ感たっぷり。まあそう。必ずね、確かに今日ね、今朝ね、GM と一緒にやるところと一緒にやらないところができたみたいなね、発表がありましたんで、ね、それが人生なんですよ。はい。で、ここもドローンとか、さっきの良かったね。多分勘違いしてたんだね。だね解説方がね。いや、そう、あれは飛ばないだろうと思ったんだよね。やっぱ飛ぶのはこっちですよね。ドローンとね、ジェットと。で、この辺は小さい、ほんとマイクロモビリティです。さっきからね、あたりいろいろこう、うろうろね、走ってる、個体もありましたけれども、マイクロモビリティがありまして、で、ここは先ほどご紹介させていただいた N 版と、まあ、ここはだからバッテリーを積んだ、小さいマイクロモビリティのあれよりは大きいやつだね。はい。で、なんか足もじゃないんですけれども、ディスプレイがついた、そういったものたちがいて、で、ちょっとじゃあ向こう行きましょうか。ね、みんな、皆さん結構乗ってますね。はい。で、ここはですね、ポータブルバッテリーで動くものたちというふうに、聞いております。あ、これは燃料電池ですね。さっきジョージもちょろっと言ってましたけれども。はい。燃料電池のモジュールのプロトタイプで、バッテリー、あ、これはあれですね。ポータブルバッテリーの交換ステーションですかね。はい。そういったものたちがありまして。で、ここは、あ、メブ版なんですね。はい。コンセプト。
で、ここは船舶向けのですね。はい。あれはあそこにバッテリーが、ポータブルバッテリーが搭載されてますね。はい。ああいったね、ポータブルバッテリーで動くタイプと。うん。まあ、いろいろね、本当は優れたポータブルバッテリーを前から持ってらっしゃいますので、そういったものを使ったものと、車の中にも固定でね、搭載したものをやってらっしゃるということですね。で、ここは、これ面白いね。電動三輪タクシー。ね、こんなのもありますよ。はい。で、これはあれですね。本田さん、意外とこういうものを結構たくさんやってらっしゃいまして、マイクロショベル。すごいちっちゃいショベルカーだ。小松。なんかちっちゃくてかわいいね。はい。こういったね、なんて言えばいいかな。いろんなこういう車じゃないもの、本田さん結構作ってらっしゃるので、こういった展示もあります。ということで、ホンダブース、やっぱりホンダジェットが圧巻でしたけれどもね、プレリュードが出たりとか、まあ、いろいろ、これから楽しいことが始まりそうな予感がするブースでございました。というわけで、また次のブースに移動します。